カニの公開処刑。皆さんこんにちは、トミックです。過去に透明な醤油シリーズをやったじゃないですか。で、透明の醤油シリーズ評判がいいか悪いかっていうと、まあ、ぶっちゃけ普通だったんですよ。なんですごいやろうかやらないか考えたんですけど、前の動画のコメント欄とかで、やっぱ透明の醤油でイカを泳がせてお気づけを作るとか、タコでお気づけを作るとか結構いろいろあったんで、それの類のネタをやろうかなと思って市場を回ったんですけど、イカがありませんでした。すいません。まあ、イカほどではないんですが、またちょっと面白いものを買ってきました。ケガニーと、この生きているケガニでございます。ほら、じゃん。うわー、新年一発目で俺を挟んだカニと同じカニでーす。まあ、毛ガニっていうのは生きたままカニ味噌をすすっても美味しいんですが、醤油漬けにして醤油を体内で循環させた状態のカニ味噌をすすってもうまいんじゃないかなと思いまして、今回こいつを醤油漬けにしていきたいと思います。めっちゃうんちしてるね、カニが。僕はもううんち出したからいつでも食べられるよみたいなこと言ってますけど、問題ないよ、食べるよ。あれ、生きてる？ああ、生きてた、よかった。もうびっくりしたなーって言ってますね。で、まあ、カニの醤油漬けって言ったら、まあ、基本的にはカンジャンケジャンっていうのがあるんですよ。カンジャンケジャンはもう醤油漬けのままカニ味噌すすり、残ったものを茹でると。茹でると味付けされたカニなんで、味付けされたカニの出汁が汁に出るっていう、さらに美味しい食べ方なんですよ。でも今回俺はね、透明な醤油ということで、加熱したら透明な醤油って前の動画で言ったと思うんですけど、そういうことがあるので加熱せずにそのまま、泳がします。透明な醤油ってアルコール成分が入ってるんですよ。なので、まあ、その酒に酔わすプラス醤油で味をつけるって両方の効果があるんですね。前のコメント欄で書かれていた通り、じゃじゃん、透明な醤油をアマゾンで買ってきました。これ2本2リットルで2500円。高いか安いかっていうと、まあ、醤油としてはちょっと高いけど、今までは 100ml で500円だったんですよ。だから2リットルだと1万円。いや、マジコメント欄ありがとう。成分に酒が入ってるんでちょっと酒臭いんですよね。わあ、いいわ。やっぱこのドバドバッと使えるのがやっぱいいよね。あー、今度からアマゾンでこれ買おう。定期的にちょこちょこ来るのが、トミックさんの動画を切り抜きを作りたいです、収益の分配とかのお話をしたいですみたいなのがちょこちょこ来るんですよ。正直俺の動画の切り抜きなんて需要あるんかいみたいな思ってたんですけど、一応ルールをちゃんと作りました。もしやりたい人がいたらね、収益は全部もらっていいです。はい、全部受け取ってください。ただし条件がね、3つぐらいあるんで、まあ、もしね、やりたいよーという方いたら、インスタのダイレクトメッセージに送ってくれたら出すので、たまに雑談を挟むじゃないですか。雑談の内容って、普通ネタ動画の間にこうやって挟むやつなんで、まあ、見る人は見るんですけど、やじ馬みたいな感じで見に来る人っていないんですよ。結構ね、ギリギリアウトな話とかもしちゃってるんですよね。俺もしかしたらね、消されるかもしれないんで、もしその時はね、俺のことを守って。めちゃめちゃ暴れてる。早く醤油に泳がしてくれって言ってますね。うわ、なんだ、防御体勢クイーンってなってるけど、あんまり意味ないですよね、この防御体勢。カニ全般に言えることなんですけど、生きてるカニ死んでるカニの区別は、こうやった時に足がダラーンって垂れ下がってるのは死んでるカニで、もう綺麗に折りたたまれてるでしょ、シャキーンって。もうこれはね、生きてますね。2匹とも防御体勢に入ってるわ。で、じゃあいよいよ醤油の方に入れていきます。一回もう泳がせておくと、もうカニも締まるんで、完全に酒締めされちゃうんで、年始の動画、元旦の時にあげた毛ガニを食べた時みたいに、殻むいてる時に指挟まれないんで安心してください。いってらっしゃい。うわーってなってますね。これ2匹とも超警戒状態だね。この状態、透明の醤油に漬け込みまーす。受け入れてるみたいな感じですね。生きているまま入れることによって、自分の体内の水分と透明の醤油をこうやって循環させるんですよ。で、そうすることによって、中のカニ味噌までしっかりと味がつく。これは基本的にイカの置き漬けとか、同じ要領ですね。イカの置き漬け、透明の醤油とか、この動画のグッドボタンが多かったら、ちょっとまた買おうかなと。イカをね、いや、思ってるんで。ただ、イカって結構、こう、事故るんですよ、噴射が。なんで、まあ、すごい、なんだろうな、カニだとね、
ったらこう、こうやって泳いで終わりなんですけど、イカはすごいからね。呼吸か。カニの呼吸一の型みたいな、そんな感じだったっけ。古いか、すいませんね。最近ニュースを見たんですけど、公務員の消防士が YouTube に動画投稿して収益を受け取ってて減給処分だみたいな、あったんですよ。いろんな意見があるんですよ。なんかその時代に合ってないとか、いや規則だみたいな、給料上げた方がいいとかね。やっぱ俺もね、同じ身で看護師やってた、もう兼業で、もう副業は俺ダメだったんですよ。実は俺50万人登録者数行くまでやってたんですよ。普通に言われるわけですよ、副業なのみたいな。聞かれた時は俺は、いや趣味だしみたいな、勝手にお金がついてきちゃったよねみたいな、ざっくり言うと、まあそんな感じで言ったら、なんとか副業ではないんだねみたいな感じで許してもらえたんですけど、規則があるらしいんですよ、守秘義務とか。公務員に専念できないみたいな、っていう。やっぱ土日とかね、休みの日に仕事をするから良くないみたいな、予想星だったら呼ばれた時に行けないだろうみたいな、っていう意見あったんですけど、100本譲って、じゃあお金受け取りませんでした、ゲーム配信します、それダメなんかいって俺は思うんですよね。だってじゃあそれがダメだとしますね、呼ばれた時に行けません、まあ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 、分かった分かった。じゃあ逆にこっちがお金払って習い事とか行くじゃないですか、剣道とか柔道でもいいですよ、水泳でもいいですよ、携帯なんかいじりません。その場合って、じゃあ習い事は NG なのかとか、そういう問題じゃないですか。何が結局ダメなの、お金をもらうことがダメなのかっていう話じゃないですか。副業っていうさ、だって趣味で勝手にお金が入ってくるって、まあいろんな視点はあるし、俺の今回話す論点としては、果たしてそれってお金が入るからダメなのか、公務員に専念できないからダメなのか。だってそしたらほら、習い事とかも趣味とかもダメなわけじゃないですか。映画鑑賞だったりとか、自分で確定申告だってすればね、いいわけじゃないですか。皆さんはどう思います、この俺の論点に対してどう思うか、ぜひコメントください。驚いたことにまだ泳いでやがる。透明な醤油を循環させたんで、かなり味は染み込んでると思います。いや、この透明な醤油もったいないから、ちょっと取っておきたい。取っておいてアップして、グッドボタンが多いなーみたいな感じで思ったら取っとくけど、ちょっと微妙だなーと思ったら、ちょっと適当にショートで使って。毛ガニをね、2匹剥いていきましょう。で、剥き方としては基本的に、すごいじゃん急に。ふんどしの部分、これをね剥いちゃいます。ここベリッと、でその時に挟まれないようにしましょう。はい、こんな感じですね、ベリッとね。はいはい、プルーン。おお、めっちゃ綺麗だわ。あー、匂いも透明の醤油。おお、カニ味噌たち、このまますすっちゃっていいわけですから。うん、ありがとう。食べ終わったこの毛ガニを、ハサミとかで半分に切っちゃいます。よくスーパーで見る毛ガニになったと思いませんか。じゃあ沸騰したお湯の中に入れます、入れます。カニはね、毛ガニはマジで茹でた方がうまいんですよ。毛ガニいただきます。透明な醤油で循環させた味付きのカニだから、そのままで食べられます。足の方はあれですね、透明の醤油は肉までは味はつかない。あ、真ん中の部分は透明の醤油を感じる。すごい透明の醤油が染み込んでて美味しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。